こんにちは、クラスター UK のみです。今日は大人気ロエベのアウトレットを見ていきたいと思います。と夏の商品入っているかと思います。とこちらですね、人気のゲートバッグが入荷しておりました。と1年中ですね、お使いいただけるこの赤のお色ですね。ストラップ部分のこのロエベの、ロゴと、あとアナグラムの刺繍もとっても可愛いですよね。ゲートデュアルミニバッグが900ポンドとなっておりました。でこちらもですね、人気の、アマゾナの16のサイズだと思うんですけれども、可愛いオレンジのお色に、こちらの南京錠もとっても可愛いですよね。で内側にもポケットがついていて、そうですね、アマゾナ16スクエアですね、1260ポンドになっておりました。と同じくですね、アマゾナ16スクエア、こちらは水色、可愛い夏にもぴったりなお色になっております。こちら、メタル部分ですね、シルバーになってまして、バッグのサイドにもアナグラムの模様がついておりまして、ダスティーブルー1260ポンドとなっておりました。とですね、こちらがアナグラムの模様が全面にあしらわれている生地の、アストンバッグでしたから、すいません、名前がちょっと怪しいんですけど、アントンスリングバッグですね、690ポンドになっております。あとですね、なかなか貴重なハンモックバッグ、こちらも入荷しておりました。夏にぴったりのブルーがとても可愛いですよね。とですね、やっぱりアウトレットではこのハンモック一瞬でなくなります。こうやって撮影できたのも貴重かなと思います。ハンモックのコンパクトになりますね、1440ポンドになっております。でこちら、アナグラムのパファーバッグですね。とショルダーバッグになっておりまして、ストラップもシルバーでとても素敵なお色になっておりました。内側は革になっておりまして、ゴヤパファーメッセンジャーですね。あとですね、サンダルはたくさん入荷していたんですけれども、こちら面白いのが左右でですね、デザインが違うんですよね。片方はなんて言ったらいいんだろう、指のところにあラインがあって、片方はなくて、440ポンドになっております。こんな感じですね。上のストラップは同じなんですけれども、このつま先の部分が違うスタイルになります。あとですね、とても素敵なハイヒールのパンプスも入荷しておりました。こんな感じでですね、とてもスタイリッシュに見えるかと思います。お値段365ポンドになっておりました。入れ違いもですね、何種類か揃ってまして、グリーンやブルーも入荷しておりました。あとこちら、去年だったかな、すごい大人気で欠品が相次いでいた、エスパドリーユのサンダルになりますね。前の部分のアナグラムがとっても素敵で、250ポンドになっておりました。サイズも36ポンドで、あ、36ポンドじゃない、36で狙い目かと思います。あとですね、このクジラのキーホルダーも入荷していたんですけれども、ちょっと値段がわからなくて、気になる方はコメントでお問い合わせください。あとこちら、サボサンダルですね。このですね、グラデーションのお色がとっても素敵で、250ポンドになっておりましたね。こちらはネオンオレンジのお色で、すごいお店の中でパッと目立っていたんですけれども、見た感じよりもですね、そんなに重さはないです。でこちらも250ポンドになっておりました。あとですね、このリボンがすごい可愛い、フラットシューズ、いろんなお色が入荷しておりまして、ロエベっていうロゴはないんですけれども、とても可愛い375ポンドになっておりました。こちらがですね、クリーム色ですね、オートミルクこちらホワイトになります。全体的にですね、パフなので、モコモコっとしたシルエットになっております。こちらもとっても素敵なラズベリーの
あ、ラズベリー合ってました。ラズベリーのお色ですね。あとこちらサンダルなんですけれども、全体的にこんな感じで編み上がったバレーシューズになっていて、700ポンドになっておりました。同じくですね、こちらタンのお色もありましたね。あと、こちらがなんだっけな、キノコモチーフの、そうですね、マッシュルームの、バケットハットですね。こちらも入荷しておりました。あとこちらも、アナグラムのパーフモコモコのショルダーバッグですね。ゴヤのパファーミニバッグ1110ポンドになっておりました。この動画が面白かったなとか、また他のブランドも見てみたいなと思っていただけた方は、ぜひね、チャンネル登録と通知ボタンも押していただけますと、アップされた時にすぐにご覧いただくことができますので、ぜひ登録の方よろしくお願いします。いいねボタンも押していただけますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。